こんにちは、パジャマです。今日もよろしくお願いします。シュパー、はい、今日はもうめちゃめちゃリアルタイムでこれ撮ってるんですけど、今日5月の17日月曜日の夕方5時、めちゃめちゃカツカツギリギリで撮って編集してすぐ出すっていうスタイル、秋とイズリアルですから、リアルタイムで。今日スニーカーズにいろいろ、多分今日ですよね、違うのかな、いろいろ新作がセットされて、とうとう明日はアンブッシュのダンクハイなんですけど、その次に僕の大本命、もうこれはプレネでも欲しいと思ったポールさんのワットザダンク、その間にアンブッシュとそのワットザポールさんとの間にいくつかまた狙いたいやつが出てきました。22日リリースのウィメンズで出すんですね、これエアジョーダン3のアママニエールとのコラボモデル、これもいいやつですね、いい色。ジョーダン7のパリサンジェルマン、これは僕はいいかなと思うんですけど、あとその次23日にダンクハイのこの白黒、まあ、パンダっていうのかな、今度メンズサイズで出てきましたね。この前リリースがあったけど、あれがウィメンズで、スニーカーズで言うと26までしかなかった。今度メンズサイズでも出るんだっていう。結局出すんかい。で、その同じ23日にダンクロー、これはジョーダン3のアママニエルコラボみたいな色のやつ、これもいい感じが間に出てきて、24日ダンクローワットザポールですね。まあその後ですけど、26日にはこの前の白ベースで出てたフリー99ダンクローのワットザのやつの今度黒ベースで出るっていう。だから明日のダンクアンブッシュの間に僕が選いたいやつで言うと、ジョーダン3アママニエールとダンクハイ白黒とダンクローのアママニエールみたいなやつ3つか。いやこれ間に挟まるんなら明日のダンクアンブッシュ当たってもええやんと思ったんですよ。明日ダンクのアンブッシュ当たってもその後3つ外れれば、ダンクワットザ、ダンクワットザが当たることもワンチャンなくないなと。それでもいいよって。いやでもこのジョーダン3のアママニエールのやつもめっちゃいいやつですね。どうしよっかな、どれ当たろっかな、迷う。みんなはどうする？よし、じゃあ明日のダンクのアンブッシュはがっちり当てに行っていいってことだな。昨日まではこの前外れたジョーダン1シャドウ 2.0 と庭師、この2つ外れを挟んで、さらにアンブッシュのダンクも外れ挟んで3つで、ワットザポールダンクだったから、アンブッシュも外れなきゃいけないなと思ってたけど、その間にさらに3つ足されましたから、アイテムがこの3つを外れを挟めば、今回の明日のアンブッシュ当てに行ってでもいい。シュー。どういう理論やねん。まあ、とにかく明日は全力で当てに行く気持ちでやっていいっていうことです、アンブッシュ。果たして思惑通り行くのか。明日チャンネル登録してお待ちください。いろいろ持ってるこの僕がワンチャン何かをやらかすかも。その後ワットザダンクポールどうなるの、見逃せません。はい、で今日なんですけども、実は当たってたやつ、開封してなかったやつ、こちら、これ、堺のベイパーワッフル、当たってたんですよ。こんなすごい宅配で届いた箱開けたら、さらにこんな梱包がされてるんですね。堺さんおしゃれだから、あの人おしゃれだから、あの人おしゃれだから、開けていきたいと思います。わー、どうするこれ。ビリビリってやりたくないね。僕が神経質だからじゃないよね。僕がその、こういうの取っておきたいタイプだからじゃないよね。これはみんなビリビリいかないよね。コミックの帯も取っとく派なんですけど、あとジャンプのコミックとかでわかります。中になんかこう、他のジャンプコミックスの報告とか、ペラって挟まってるやつ。あれも捨てません、僕は。じゃあちょっと綺麗に開けたい。わー、怖い怖い。怖い怖い、ちょっと待って、メガネかけたままじゃちょっと怖いな。一旦ちょっと開けるとこまで飛ばします。よいしょ、出せた。ナイキと堺ベッパーワッフル、
では開けていきたいと思います。おお、わ、すごい。もう、スニーカーの匂いが、ふーんとしてくる。おお。中に入ってる紙もナイキと堺のコラボのロゴのやつ、特別感で、こちらナイキと堺ベパワフル、すごいかっこいい。え、ああ、この前出たあれじゃないよ。え、うん、あれは動画でスニーカーズチャレンジやったけど外れたやつだから。うんうん。で、それでこれ最初出たの白黒と、あと何が出たんでしたっけ、モデルカラーは。その時は外れて、これと渋い感じの黄色い色のモデルが第2のカラーとして出たんですよね。このメッシュバージョンの形としては。で、その次にここ若干マイナーチェンジしてメッシュじゃなくして、この前また 2カラー、2カラー、2つのカラーでこの前出ましたね。これは僕もスニーカーズでは当てれなかったんですけど、堺のサイトで当選することができました。すごい、なんか匂いが結構独特な匂いが結構きつくしますね。うわー、うわー、これはね、いいですね。こっちのカラーもかっこいいですよね、渋め。アッパーがメッシュになってるんだ。中の紙を出してみよう。わあ、すごい。そうなんだ。全体がここ、アッパー全体がシースルーみたいになってんだ。わかるかな？わあ、これ、このカメラでわかるのかな？ここもう全部、このアッパー全部が透けてますね。ここ全体。まあでも、そんなに履いても中が目立つわけじゃないのかな？シューレースが二重になってますね。堺といえばみたいなやつ。ここがこう数種になってるんだ。ここ。ここですよね、これ。これ履いてるうちにメリメリってならないのかな？ここ。堺のコラボスニーカーって結構劣化があって、もうそれも込みみたいになってるみたいな話聞いたことあるけど、ここが剥がれてきたら経年劣化とかいうことじゃないですもんね。普通に履けなくなるもんね。ああ、ここにもちっちゃい数種がある。かっこいい。特別感がすごいやつ。シューターも二重になってますね。アウトソールにはナイキと堺のコラボのロゴ。わ、すごい。これ乗ってるだけですぐ取れますね。なんか書いてある。おわ。OROV。なんかメモされてるやん。
ここもなんかサステナブル素材みたいな。これ乗ってるだけですぐ取れるやつだな。このシュータンは両方ともがペラペラで、そんなに圧迫しないですね、多分。履いても。二重になってるからといって。一個がナイキスポーツウェア。もう一個がナイキと境のロゴだ。え？アヒルっぽい。それか戦艦ヤマト、もしくは深海魚。かっこいい。特別感がすごいやつ。あ、こっちの黒タグがついてる左足の方に替えの紐がついてますね。すごい、ただ押し込まれて入ってる。ぐちゃぐちゃに。黒のが1セットだけ？こっちの緑の太い紐と黒いペラペラのやつがあるけど、こっちの緑のメインで通ってるシューレースの黒バージョンですね、これは。ここ両方とも真っ黒にできるってことだ、シューレースだけ。かっこいい。当たってよかった。もうこのカラーもすごく渋くていい感じだと思います。はい、ということで今日はナイキと酒井のベーパーワッフル開封してみました。明日はナイキとアンブッシュのダンク当てるよ。